いやこのパリの街を見下ろしながらですね、我が日本が作ったアニメが人気があるというのは嬉しいものでございます。しかもこの子供たちによる人気投票、もう上位ほとんど日本のものばかりでございます。その中で堂々第1位を占めたのはこれです。おめでとうドラゴンボールの皆さん。そうやりました。しかしフランスの人たちはこの現象を一体どういうふうに考えているんでしょうか。日本のアニメが外国へ行くと当然声の吹き替えというのが必要でございます。さてフランス語でどうやってるか見てまいりましょう。サニュアイアンペドゥトゥキベトプルベリゼーケスケトゥアトゥアポカバンシェルコンバーヒネパディモンデニエモキアドンライソンタシュフィパチュンモラパシファシルマンカーメアメイヤハこんばんは。どうも。さて悟空はどなたがやってらっしゃるんでしょうか。今日ドラゴンボールのスタジオですけどね。キエスシブプレイ悟空。Voilà. お名前は votre nom? Brigitte Le Cordier. En voix de Goku s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Le Cordier. これが悟空の声ですね。亀仙人ですね。はい。Voilà, merci. Céline Monsara. C'est ma voix normale, hein, du mal. Oui, voilà.普通の声ですね。ウパ、bonjour Stéphanie Murat。Voilà。Tu vois comme ça。Au long。Au long, je dis quoi ça。Philippe Arnaud。Moi, je ne veux pas me présenter。Éric Le Grand。Yamcha。Yamcha, ですね。Bonjour Kumbawa。Voilà. Bah voilà, moi c'est Yamcha. Je m'appelle Éric Le Grand, puis c'est ma voix normale aussi à peu près. Et Claudie, Claudie Chantal qui se cache. Et qui fait Krina et. Oh bah ça alors, hein. Moi, je suis bien content d'être là.日本のスタジオですとですね、このミキサーが別なところにあるんですけど、ここはスタジオにそのままありますね。そして画像はビデオプロジェクターによって映し出されるんですが、その下にもう一台映写機があるんです。そこで問題です。このもう一台の映写機は一体何をするためのものなんでしょうか。さあそれでは正解です。ご覧ください。この機械フランスでは約40年ぐらい前からこれを使ってるんですがね、録音の時に細かい字が書いてありますね。そして向こうに出るわけでございます。ほらあそこへ、これセリフが全部書いてあるんです。俳優さんはみんなあの字を読むだけでいいんです。というわけで正解はセリフを映すための映写機だったんです。C'est la première fois que nous avons l'occasion de rendre une petite visite à l'improviste à notre royal cousin. Soyez les bienvenus. Mais que faites-vous ici, Majesté? Je croyais que vous assistiez au grand tournoi. Tu sais que tu commences à m'énerver avec tes questions, toi? Oh. Oh. 今ちょっと NG があったようですけどね。ご覧ください。これなんですよ。ここへですね。セリフが流れてるんです。これは伴奏リズムという、まあリズムのベルトということですがね。ここに悟空と書いてありますから。で、ここの線ですね。ここでちょうど喋り始めるときにここへ名前がこう動いてくると、この台本のセリフを言うわけですね。このセリフ用のフィルムを作るのがこれまた大変な仕事。音の長さに合わせて35ミリのフィルムに直接書いていき、さらに上に透明なフィルムを乗せてきれいに清書します。これを映写機にかけるわけです。昔はですね、自分の家でセリフを覚えてたんですって。今はもう覚える必要がないんです。カメー